Hello there、始まりました。マテチャンネルです。今回はですね、センター試験、先ほどですね、終わったセンター試験、英語、これ見えないかな。ね、問題を今から解こうと思います。まあね、どれぐらいかかるのかわかりませんが、とりあえず急ぎますね。寒いんでね、手がかじかんでるのだけが厄介ですね。そんな疲れてはいないと思うんで、まだ動画、メインチャンネル、サブチャンネルの2本分編集したのと、あとは大学のテスト問題作ったぐらいなんで、疲れてはいないと思うので、それでは行きたいと思います。どんな問題が出てるのかな、今年。まあ、それぞれね、どれぐらい時間かかったのか、測っていきたいと思います。レディースタート。はい、32分、14日か。時間がちょっとかかったなって思った理由は、計算とか数字が多かったよね。だいぶ悩んだ人が多いんじゃないかなという印象ですね。はい、では答え合わせをで、していきたいと思います。最初か、2、2、3、4、まあ簡単だったね。2、1、1、2、うん、はい、問い第1問はまあ非常に簡単だったでしょう。第2問もすごい簡単だったな。1、3、1、3、3、1、1、ああ、そうか、1が3回連続でね、結構焦った人もいたかもしれないですね。考えてなかった。1、はい、簡単。はい、並べ替え問題ね。2問目が多分難しかったんじゃないかな。こっちか。4、4、2、次か、4、3、そうですね。次か、5、2、そうですね。合ってますね。はい。まあ、あのね、2つのポイントね、両方とも分からなきゃいけないところにちゃんと空欄が来てますよね。そう、聞きたいポイントにね、空欄が来るっていうのが特徴なんですよね。はい、両方のポイント問われてますね。はい、そして続いてが、C、あ、まあ、これも簡単だったな。文脈きちんと分かんなきゃいけないけど、3、1、3でしょ。あ、なんか前半部分にしかないから、ちょっと焦った人もいるかもしれない。で、次が2、あ、これ全部2だったんだ。2、2、2。そう。これやっぱね、2問目が相当大変だったと思いますよ。まあね、矛盾すんだよね、このね、2問目ね、1。書いてあることと違うから、これで出すんですけど、いやー、うん、悩んだと思いますね。ここで多分相当な時間を取られた人がいるんじゃないかな。で、次が、
ドラピーコス3、4、これ簡単、非常に楽だった。だよ、もう、これね、計算が本当に難しかったな。なんでこんな計算させんだってね。はい、4、はい、ここで多分ね、時間食った一人でしょう。4、2、4、そうですね、これはね、できなくても、できないとか、ちゃんと読めなくても答えが全部出るっていうですね、なんか不思議な問題だと、もっと難しくなるかと思って準備してたんだけど、簡単でした。次、問1が、4の B が1、あ、そうそうそう、これね、計算めんどくさかったやつね、ちゃんと読めてないといけない。で、1、次が2、次が4、あ、これ消去法で解いた、うん、2、4、そうそう、こうやってね、そうそう、ここね、計算しなきゃいけなくて、ね、バツついてるし、そうそう、これ消去法でペケ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 って解いてるんですよ。これで問い41が1、はい、次が4、次が3、あ、43はね、これはね、言い換えが、そうそうそう、攻めてんなって思ったやつですよ。こんなん出すんですねって思った。で、問い4もこれも完全に文脈で解かなきゃいけない。別にイディオムでもないみたいですね。そうそう、昨日解説してた一ノ瀬先生に聞いたら、別にイディオムってわけじゃないですね、これは、って言ってましたね。はい、もう完全に文脈からどういう意味かを把握しないといけないんですよね。問5はどれ？2、あ、簡単。これはね、もうちょっと難しくできたんじゃないのと思うけどね。引っ掛けが明らかに違うからさ、絶対これしかないじゃんっていうね。はい。で、次が問1、1、3。これもね、47もね、ちょっと攻めてる言い換えだなと思った。はい。で、問い3、まあ、これはね、知ってる生徒も多かったんじゃない、48はね、まあ、で全然いけますけど、で、4、そう、これね、わざわざ計算したけど関係ねえっていうね。4、2、あ、そうね、題名もね、これね、日本っていっぱい出てくるから引っかかりそうですけどね。そうそう、わざわざさ、3 quarters とかさ、計算して 65% とか出したのにさ、関係ねえっていうね。はい、次に4、3、1、そう、簡単、簡単だけども、めんどくさいね、言い換えられてるから、こんな風に言い換えられるんだみたいな、そうだから言い換えがちょっとめんどくさかったなっていう印象でしたね。はい。ということで、まあ間違いはしないと思ってた。問題はそんな難しく、まあ僕にとってはですけど、でも、言ったところは、多分受験生にとっては相当大変だったと思いますね。じゃあそれぞれね、どれぐらい時間かかったのかっていうのを見せていきたいと思いますね。じゃん。これが時間なんですけども。第1問が、50秒。発音アクセント。50秒ですね。そんなに早く解けるの？いや、もっと早かったと思います。このラップボタン押すの忘れてたから、ちょっと時間かかっちゃってますから。はい、もっと早く解く。まあ、もちろんマークすればね、もっと時間かかっちゃうけど。はい、で、2が、4分45秒ですね。これもね、もっと早く、数字、一回書き間違えたんで、並べ替えて。そうしなければもっと早く解けたな、と思うし。ラップスの第3問が5分36秒、まあこれはね、時間かかった。抜く問題の2つ目すごい悩んだんで、かかりましたね。で、第4問がそうね、計算で時間取られたやつですね。これがね、9分32秒かかってますから、だいぶかかりましたね。悩んだというか、めんどくさかった、それで時間が取られたって感じだと思いますね。で、 B の方がそうですね、消去法使ったんで結構全部探してきたんで、これもまた時間がかかった、A の方は無駄に読んでしまった関係ないところを無駄に読んだ。 B の方は探してくるのが大変だった。これだって解くんじゃなくて消去法で解いたからだいぶ時間かかった。問い5が4分27、でこれはまあ非常に簡単だったからさかさかいったかな、ただ言い換えは攻めてるなと思いましたね。で、第6問は、そう、これもね、6分47秒。ちょっとかかっちゃいましたね。もっと早くいけると思ったんだけど、すんなりいけるかと思いきや、ちょっと言い換えが、を攻めてんなと思って、時間がかかった感じですね。なんで、そう、第4問、第5問、第6問は、ちょっと言い換えが結構攻めてきてるなっていう印象でしたね。それで時間かかったって感じです。はい。
ということで今年は32分というか今年というか最後の選択肢ですね、まあ、32分で解けたという感じになりました。はいね、受けた方どうだったでしょうか、できなかったからといってねそんなへこんでる場合じゃないですからね、ぜひぜひ頑張って、ね、二次試験そして次第に向けて頑張っていってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。